こんにちは、まゆみです。今回はお家で山ご飯を楽しみたいなと思って、このバウルーを使ってホットサンドを作ります。で、ホットサンドはよく家でも作っているんですけど、せっかくなので山に登った気分で、いつも山で使っている道具、このオピネルのナイフやミニマライトのとっても軽いまな板を使って調理していきたいと思います。で、私流ですけど、その材料の持っていき方だったりも紹介できたらなと思います。それでは早速やってみましょう。このパーゴワークスの袋の中に食材とか調理器具を入れて持っていきます。ただバウルーはこの袋に収まりきらないので、別の袋に入れて持っていきます。よくザックの背中のところに刺すことが多いですね。で、この食材が入っている袋の中はバターとキャベツとチーズ、あとツナですね。ツナ、これは後で説明しますが、ツナ缶のものをラップに入れてます。あとこのクッカーの中にはマヨネーズとトマト、トマトは潰れないようにそういう器の中に入れておくといいと思います。今日ガス缶は使いません。ちょっと家でガス缶使うのが怖いので、今日はキッチンで焼く作業はしていきます。これが今回の材料ですね。アボカド、トマト、キャベツ、ツナ、チーズのホットサンドになります。はい、このツナなんですけど、私はこうやってラップに入れて持っていきます。カンカンのまま持っていってもいいと思うんですけど、これはちょっと重いしかさばるのと、あと油切りがしたいんですよね。山の中で油切りをするのはちょっと絶対ダメなので、私はこうやって油切りをした後にこのラップに入れて包んで持っていくようにしています。あと他にもこうやってパウチになっているものがスーパーとかにあるので、こういうのを探して持っていくのもいいのかなって思います。これは北のエースで400円ぐらいで購入しました。ちょっとコスパが悪いかなって思います。なので私はこのラップ派です。ではまずアボカドから切っていきます。で、このアボカドっていうのが本当にすごい栄養素が含まれているんですよね。疲労回復に効果があるビタミン B1 だったり、あと食物繊維やカリウム、葉酸など本当に多くの栄養素が含まれているんです。なので山ご飯でアボカドを取り入れるのはとてもいいんじゃないかなって思います。で、アボカドなんですが、はい、まずだいたい切ります。種があるのでね、はい、で、バコーン、綺麗にいけました。この皮をスルスルスル取っていきます。で、種なんですけど、種はこの刃のところでいきます。ドン、結構強く押し当ててくるっと回すとこうやって取れることができます。で、アボカドを斜めにスライスしていきます。アボカドは横に置いておいて、トマト、
マト、本当はちょっと大きいトマトが良かったんですけど、家にこれしかないのでこのちっちゃいトマトでいきます。で、トマトのヘタなんですけど、この包丁の刃先でくるっと一周します。そうすると余分な肉を取らなくて、この葉っぱの部分だけ取ることができます。で、トマトを横に倒して、横にスライスですね。で、この辺とか結構危ないので、私はここをひっくり返してこの下の部分を切ります。はい、大体4つに切れれば OK です。パンにのせていきます。まず食パンを置きます。その上にとろけるチーズを置きます。トマト、アボカドです。そう、混ぜます。はい、倒します。キュー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 。いただきます。はい、意外にボリュームがあったのでだいぶお腹がいっぱいになりました。今回は家にあった食パンで作ったので、6枚切りを使用したんですよね。でもこういう風に具材をいっぱい使う場合は8枚切りの方がいいかもしれないです。の方が畳みやすいかなって思います。あとちょっと味が控えめだったかなと思うので、マヨネーズを足したり胡椒をかけてもいいかなって思いました。山ご飯ってあまり家で練習しないですよね。こういう風に山に登ったことを想定して準備したり作るのもいいなって思いました。私もまだまだなので、この自粛の期間を利用してもっと山ごはんのスキルを上げていきたいと思います。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。それではまた次の動画で、バイバーイ。